キチャンネル。ちょこんにちは。さあパリーグ順位予想。はい。さあ、はい、ね、まあいいね、うん、フォックスファンの人と楽天ファンの人は、はい、キーキー言ってましたけど。はい。佐藤さんの順位予想でね、正直一部の人たちが、はい、楽天の人とすごい言う人いるよ。います、うん、でも、はい、ほぼほぼ、うん、俺が見た限りよ、はい、ほぼほぼ5位6位予想だったよ、まあ、皆さんそうです、結構ね、結果は知らないよ、はい、結果は知らないけどね、うん、でもまあね、うん、今日が最終だから俺はだから正月の時は、うん、ロッテ、オリックス、西武、うん、日本ハム、ソフトバンク、楽天だったかな、はい、正月は、はい、私お正月がソフトバンク、オリックス、楽天、あれそうだっけ、教えてください。ソフトバンク、オリックス、ロッテ、楽天、西武、日本ハム、はい、了解です。もう覚えてないやんでも3ヶ月覚えたからで僕はロッテ、オリックス、西武、ソフトバンク、日本ハム、楽天、うん、はい、じゃあ、はい、というところで、はい、じゃあ最下位からいきますか。はい、発表していきましょう。これ予想考えるのも発狂しそうだったもん、ほんと昨日よし、いくよ、はい、せーの、楽天、日本ハム。ほ、3年連続ですか最下位ですか、3年連続。いやもう本当にごめんなさいなんですけど、うん、でも、うん、そうですね、上から並べたらそうなっちゃいました、うん、はい、じゃあもうね、うん、昨日はセリフで出てますけども、はい、じゃあドラゴンズと日本ハムはもう3年連続最下位やと。いやでもやっぱり去年とかをこう見てるとなんかそう、まあ、上から並べるとそうなっちゃうんですけど、うん、日本ハムの場合は、まあ、上沢投手が抜けたところに、うん、まあ、山崎福也投手が入ってきたってところで、うん、まあ、先発としてはその抜けた穴は埋められてるかな、うん、あとバッターももちろんそう万波選手とかも上沢帰ってくる説あるからね途中から、まあ、今模索中やもん、ね、今模索中、ねえ、あのマイナー落ちして、はい、で移籍先探してるからね、うん、帰ってくる、ちょっと早めに戻ってきたらまたちょっと話変わってくるかもしれないけどなでもこうバッターもその今まで の, その若い選手たちも育ってきてはいるけれども、うん、やっぱりまだこう外国人選手、うん、まだそのレイエス選手とかスティーブンソン選手とかもちろんオープン戦とかの結果もあるけれども、うん、出てみないとわからないっていうところで、うん、まあ、未知数も多いなっていうところで、だから弱いんやっていうことでしょ。いやまあ、あの限りなく1位に近い6位弱いんやっていう1位に近い6位上から並べたら上から並べたらお前6番目に弱いんやってことでしょ。6番目に強いってことですね、うんうん、ああそうか、6番目に強いの、6番目に強い、でも6頭しかいないから一番弱いんやっていうね、まあ、上から並べたらそうなっちゃった。俺はもう楽天、はい、今年じゃないと思う、うん、正直、まあ、こんな言い方したらあれだけど、うん、まあ、早川開幕投手でしょ、うん、でまだ1回も10勝したことないでしょ、はい、でずっとその曜日に投げていったら、うん、もう全部エースクラスと当たるんでしょ、うん、ハードル高いよ、高いよ、でも他に行く人もいないしね、うん、10勝ピッチャーがいないからね、うんうん、で、まあ、則本が抑えでしょ、はい、でそこまでどこまで回るかはまだ未知数じゃんね、うん、これ則本崩れたら終わりだからね、うん、ほんと不祥でね、うん、で野手陣 もう世代交代の時期だからね、うん、正直、うん、もう今年じゃないね、2027年だね、3年後、うん、強くなるの。3年後っていうと岸投手ももうちょっといるか分かんないですよね。いやだからもうそんなところに頼ってたらダメなんだよ。だからもうそこら辺がもう全部やめて新しいので成長させるしかないってことか。そうなるほど、はい、うん、だってもう大げさに言うとよ、うん、伸びしろはないからね、あ、まあそのベテランピッチャーに、うん、うん、だからここからどこまでこの落ちるのを持続していくしかないから、うんうん、岸が6番手だったらいいと思うよ。だからジャイアンツの菅野が6番手みたいな、うんうんうん、でも岸が2番手とか来てるようじゃ、うん、3番手とか、うん、それはまあなかなか厳しいからね、うん、正直、はい、だからまあ俺はまあ今年じゃないねっていうね、うん、先生はロッテ。そうですね、ロッテ、ロッテ、うん、やっぱあれじゃオープン戦に引っ張られてんじゃん。あ、どかないオープン戦にあ、ロッテなんだ。オープン戦11位だからロッテ、うん、いやロッテね、うん、いや正月1位やったんですけど、うん、ちょっと心配や、1位から最下位じゃん。ロッテどうなんですかって佐々木さんに聞きたかったんですよ、うん、まあ、始まったばっかりやからな、うん、これからどうなるか、ね、佐々木君がどこまでやってくれるかなとは思うんですけど、うんうん、不安要素は、不安要素、いや最下位やからな、不安要素あるやんな、うん、そうですね、ピッチャーもこれってなんかやってくれそうな感じが少ないのと、野手、うん、じゃあ どう使うんやろっていうのが、うん、まあ、もちろんブランコ、まあ、外は打ってるんですけど、うん、ブランコ外が入ったことによってどう起用していくんやろ、うん、安田とか
いるし、うん、まあ、また高見と藤原君怪我したんですけど、うん、その分誰がラットが入っていってっていうことを考えると、うんうん、高見とも藤原とか言ってる時点で赤いよ。そもそも去年いないやつらだ。いないやつらがいなくなっても出てないですよね。いないやつらがいなくなっても困んないんだよ、うん、はい、だから どうなんやろうと思うんですよ。5位いきますか。はい、行こう、はい、いや、いい、はい、せーの、日本ハム、オリックス、はい、おお、いや、これはね、びっくりされるだろうなと思ったんですけど、うんうん、お前ら5位じゃん、もうっつって、いや弱いぞっつって、いや、もう限りなく1位に近い5位。いやいや、もう弱いんだっつって、いや、違う、もう多分ね、強いと思うんですよ。ただやっぱりエースが抜ける、うん、プラス、山崎福也投手抜けるじゃないですか、うんうんうん、そこで去年の貯金16がなくなるわけですよ、うん、でももちろん若いピッチャーが出てきてるとか、他にもいいピッチャーいるとか、山下投手がこう成長するとかあると思うんですけど、でもやっぱり千賀投手が抜けたソフトバンクとか、うん、マー君が抜けた楽天とか、やっぱエースが抜けるとちょっとバランス崩れるんじゃないかなと思うんですよ、うん、宮城投手にかかってくるそのなんか心の負担とかプレッシャーもあるだろうしなっていうのがちょっとこう、なので4連覇は難しいだろうなと、うん、でしかも A クラスも無理やろっつって、もうお前5位やぞっつって、で、まあ、ちょっとガタガタ来るんじゃないかな。でもまあ西川龍馬選手入るっていうプラス要素はあるんですよ、うんうん、入っても変われんぞっつって、ただなんか今年めちゃくちゃ強いみたいな、今までも結構ギリギリ勝ってたようなところもあるじゃないですか、うん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 、そうなってくるとちょっとバランス崩れて B に行くんじゃないかなっていうところで5位にしていました。これもあれやな、愛知と大阪立ち入り禁止やな。もう全然東海道通れないじゃないですか。東海道線乗れない、静岡から先行けない。でも実家には帰れる。そうそう、でも横浜立ち入り禁止だったよね、確か。あ、お正月の時点では禁止だったんですけど、A クラスにしたんで通れます。俺はもう日本ハムだね。はい、まあまあ良さそうだけどね、うん、はい、結局それをうまくまとめれんのかっていうね、うん、ところが、まあ、勝負になってくるっていうところと、うん、まあ、まだまだ未知数なところが多いから、うん、まあ、確かに外国人もねいい感じそうには見えるけども、うん、でも最下位にはならへんやろっていう、うん、ところで5位、はい、先生は、先生どこだった？ハムか、うん、結局守備で苦しむなっていう、うん、ちょっと思ってるんですよね、うん、ここって時のもうようわからないミスばっかりするんで、うん、しかもプロ野球界で唯一センターラインが誰も決まってないからね、うん、この前もショートゴロでエスコで観客席に出てたからね、うん、だから観客席に出てたのレフトの中間のねエンタイトルみたいなって、うん、ああこんなになるんやと思って、うん、いやまあその結局守備でちょっと苦しんじゃうんかなっていう、うん、ショートそれこそさっきの佐々木さんが言いましたけど、うん、上川畑君と水野君どっち使っちゃうん使うんやろうっていう、うん、ところと、でキャッチャーここにタミヤがいいってなってて、うん、どうするんやろうシートをドラフトできましたけど、うん、だからもうねこう結局なんか低いレベルで全員使うってなるとね、わちゃわちゃしただけで終わるからね、うん、だからそこをこうまとめれるのかどうかが勝負だけど、うん、なんかわちゃわちゃしそうだよね。そうなんですよね、うん、結局日替わり弁当みたいなりそうな気がして、うん、すごいんですよね。でもまあね、食べる方は日替わりの方がいいけど、今飽きないんですよね。飽きない飽きない飽きない、今日の日替わりあんまりだったなみたいなね。だったらまあ明日はこっち向けた方かなメインどれやねみたいなね、まあ、焼き肉したら良くないかもしれないけど日替わり弁当はね美味しいよね、なんかね不安が多い、うん、まあ、不安要素としてはね、うん、はい、っていう、はい、さあでしかも山崎達也とか打たしてとるピッチングだからね、うん、その打たしてとるピッチングでエラーしてたら勝ち星使えへんからな、うん、でも渡辺のセルティーバンドに冒頭投げてたでしょ、サードラも、うん、どこにあのサードにサードサードやらもよりここに軽くされていくからそうだからもうね、守備っすわ、うん、だからその走塁とかね、その普通のことをちゃんとやろうみたいなね、うん、まあそれがどこまでちゃんといいか、それいつも言ってますもんね、はい、じゃあ次4位、はい、せーの、セーブ。俺はもうセーブ、私もセーブです。今年何気にね、うん、セーブの前評判、うんうん、高く言う人いるかもしれないけど、はい、まあそれはそれでいいんだけど、うん、結局中日と一緒ですよって俺は言いたいね、うん、多分チームの敵に、うん、ピッチャーとかもまあね、それは並べたらいいよね、うん、先発もめちゃくちゃいいですね。で、まあ、まだ抑えとかはどうなるかちょっと西武の方は分かんないけど、うん、中日だって先発頭数いいよね、うん、で最後ライデル・マルティネスいて、
前に清水とか藤島とかいるって考えたら、うん、多分構成人は違う、構成的には一緒なわけよ、うん、で打線の感じも、はい、打線の感じだったら中日の方がいいのよ、まあ、個々のそうですね、その岡林とかはいるけど、うん、この岡林的なのいないから、うん、その最多安打取るとかね、はい、でいないし、うん、で周りのだから中日とかは4番とかのクリーンナップが打てるかどうか、うん、で西武はアギラとかコルデルとか、うん、中軸ハマるかどうか、で外野誰がレギュラーになるんだろうって考えた時に、うん、野手の構成でいったら、うん、中日より西武の方が不透明なのよ、うん、どっちかっていうと、はい、ってなった時によ、うん、中日が4位なのに、うん、西武が上ってちょっと矛盾せえへんかって俺は思うのよ、うん、同じ構成なのに、はい、それだったら中日も先生みたいに、うん、昨日の動画で言ったけど、うん、西武も2位とか1位だったら中日も A クラスにしてないと、はい、論理的にはおかしいや、うん、まあ、もちろん相手とのね、相対関係があるからね、一概に言えないけど、うんうん、だから俺はその構成的には一緒なんちゃうかと思って、うん、結局打てなきゃ終わるやろっていうところで、うん、西武を、うん、去年一瞬最下位になりかけたからね、なりましたね、うん、だからもう俺は、まあね、正月は A って言ってたけど、うん、やっぱ B4 位かなっていう俺は、はい、私も西武なんですけど、やっぱり佐藤さん言ってるようにピッチャーは本当にすごいと思うんですよ、うんうん、今多分5枚は先発ローテ普通にがっちり固まってて6人目誰になるかなぐらいだと思うんですけど、でもあの打線がやっぱりこう不安定じゃないですか、うんうんうん、でもそれでも去年10勝してるピッチャーが何人かやっぱいるんですよね、うんうんうん、中日やっぱ10敗カルテットになっちゃいましたけど、そうやんな、あんだけ10勝ピッチャーいっぱいいるのに、うん、一瞬最下位になりかけたってな、はい、そうなんですよ、平投手も11勝してるし、今井投手も10勝してるし、高橋コーナー、ね、高橋投手もいるし、だってで松本渡投手もまあまあね、8勝とか、そ中日なんで隅田も9勝だしね、そうです、でも中日なんて誰も、え、10勝ゼロやんな、ゼロですね、中日、はい、って考えたらね、うん、今竹内夏樹投手も入ってきて、そこまでだから そこそこはやってるってことだもんね、そうですね、西武は、はい、そうなんですよ、でさらに甲斐の投手が入ってきて、まあ、後ろもちょっと熱くなるし、うん、増田投手とかも、まあ、私この間ライオンズ TV でお仕事した時に、うん、あのもう状態自分の中ではものすごくいい状態に今こう開幕迎えられそうみたいなこともおっしゃってて、うん、あピッチャー陣こんだけあれだったら打線が、まあ、めちゃくちゃ分からない、うん、けどアギラー選手とコルデル選手も一発出たし、うん、これがハマったら去年よりはいいんじゃないかなと、うん、と思って去年5位だから4位です、はい、先生はどこだったっけ、あ、テス、で開幕投手早川さん、はい、早川、藤井、うん、うち、うん、あ、庄司投手がもしかしたら2戦目に入るかもって感じでした、僕は庄司君にすっごい期待してたんです、私もで、うん、それこそマー君のライブに行った時に、うん、マー君が一番いい選手って言ったのが、はい、それ藤井、あ、庄司投手だったんで、うん、今年めちゃくちゃ期待してて、まあ、ちょっとね怪我があってみたいなことがあって、うん、でも間に合いそうっていうことで、うん、僕はもう期待しかないんですけど、実は、はい、もう庄司君とあと内君、うん、なんて言っても働く環境が良くなったということで、なんかピッチャーの投手力がすごい上がるんじゃないかっていうのに期待してる、さらっとちょっと、いや、ロッテの時は、はい、いや、どうなんとかって言ってたのに、楽天の時は、ロッテの時は期待せえへんけど、期待ってね、なんか応援枠入ってるよな、いや、楽天は応援する要素なくないですか、楽天攻めようと、仙台攻めようとしてんの、いや、全くないですよ、番組とか、来てんの、オファー来てんの、でも仙台ご飯美味しいしね、オファー来てんの、うん、よくないですか、うん、いや、期待してるんですよ、私も期待してるから、だからもしその人期待するんと期待しないのは何なの、俺は誰に、俺は基本誰にも期待してないね、はい、ただ解説するだけや、うん、期待する選手としない選手の違いは何なの、ワクワクやってくれそうだなみたいな、でその佐々木朗希に期待しないように、あのファン精神ですよ、ファン、だから応援を、佐々木君はどこまでやるんやろって、いや期待はありますよ、でも、うん、どうせできんやん、どうせ守ってくれるんかなっていう、でも庄司もうちも1年間やったことないよ、うん、あのやりそうな気がするやるんですよ、そこを解説してほしいよね、はい、そうですね、庄司いいっすよ、庄司本当に、うんうんうん、10勝とかでいかんかもしれないですけど、いかんのに4位、10勝ぐらいで、私はね、多分10勝すると思ってるんだけどな、8勝ぐらいで内くんと8勝8勝ぐらいしてくれたら、うん、いや今年これぐらいして、うん、さらに伸びていくので、うん、バッター陣はね、たまあ、辰巳くんがいいから、うん、期待はしてるし、あと、うん、まあ、カード変わると使われる選手も変わるって、うん、ね、佐々木さん言われてたと思うんですけど、でも多分カード変わっても使われる選手変わらないんで、層がいないからって、うんだから補欠が変わるだけだ、補欠が、まあそうかもしれないですね、うん、期待ですね、うん、4位、はい、うん、
オッケー、はい、じゃあ次、はい、3位、3位、うん、いくよ、いいよ、せーの、オリックス。お、俺はもうオリックス、はい、3位、うん、あのまあ、B クラスには中地マジックで落ちひんやろうっていうところもあるけども、うん、まあ、俺は山本の成績っていうよりも、うん、山本の精神的支柱がいなくなることのチームへの悪影響はどうなんやっていうね、うんうん、山本投げたら絶対勝てるっていう、はい、あのチーム内の雰囲気と、うん、相手に対する山本が投げたら負けるかもっていうこのプレッシャー感っていうこの存在、成績じゃなくて存在意義がかなりのチームにとったアドバンテージだと思うんだよね、うん、山本いけるから勝つでしょ、山本投げるから打たれないでしょ、いや山本打てないかもみたいなね、うん、ところのその存在、成績じゃなくて存在がチームにもたらす影響が大きかったと思うから、うん、はい、その存在がいなくなるっていうことがね、これは成績は山下俊平だでも俺は補える可能性あると思うんだけど、うんうん、この存在オーラ、存在感は補えないからさすがにね、まだそこまでやっぱりエースが抜けるっていうところもね、うん、だからそういったところの存在感のマイナスが、うん、まあ、3位、はい、あとはもうちょっとお腹いっぱいですと、はい、あの4連覇はしちゃ、ね、それはファンの人は楽しいかも分かんないけどね、はい、そろそろも、うん、最近3連覇までだから、はい、あの広島も4連覇ないですからね、うん、4連覇な、なかなかパ・リーグで4連覇って言ったら森さんの時の西武とか、うん、あとは阪急、阪急あったのかな、どうなのかっていうところだよね、うん、そうですね、まあ、うん、まあそこかなと、はい、で先生は私は、赤間さんは、私楽天3位です、はい、優勝予想じゃなかった、今までは何があっても優勝って言ってたんですけど、うん、まあ、あのちゃんと考えて、いやでもこれは本当に根拠があって、うん、あの、まあ、去年皆さん忘れてるかもしれないです、4位でした、うんうん、でも最終戦勝てば2位だったんですよ、うんうん、ギリね、ギリ、うん、そう、2位、3位、4位が最後まで分からなかった、前半の負けがね、そう、あれがちょっと足かせだったね、はい、でもやっぱ後半ちゃんと打線が噛み合ってきたら結構パンチ力があって、うん、すごくいい打線なんですよ、うん、っていうところを考えると、まあ松井投手抜けました、うん、でもそこは私は則本投手が今回オープン戦でもきっちり抑えてセーブ、ね、5セーブちゃんときっちり取ってたので、多分普通にやれば今までリリーフ経験もこうポストシーズンとかであるのでやると思うんですよ、うん、でじゃあ則本投手が抜けたところにはポンセ投手が入ります、うん、でさらに庄司投手の成長とかそういうところでも埋められると思うんですよ、で、安楽投手が抜けたところにはターリー投手が来ます、うん、っていうところで、あんまりそのなんかマイナス要素が去年からはそこまで私の中では感じて、ポンセでも1年間に投げたことないよ今まで、ないんですよ、うん、なのでそこで庄司投手の成長とか、なんかそう内投手が出てきたりとか、まあ、そういうところで私的には埋められるんじゃないかなとは思うわけです、うんうんうん、でさらに去年、うん、外国人全然活躍してません、うん、今年も多分あんまり出ないかもしれないです、うん、ってとこで打線はほぼ去年と変わりません、フランクも試合出るかどうか分かんないしね、です、はい、あの感じでいけば、そうそうそう、ファーストマスターもあるしね、はい、で最近茂木選手がずっと出てますし、で浅村選手がサードっていうところで、まあ、坂本選手がサードに行くみたいに、そこで固定して小深田選手も多分セカンドで落ち着くと思うんですよ、そう、じゃあもう黒川も死んじゃうね、まあ、トレードです、なかなか小深田はトレード出したいんですよなかなか出るところで、まあ、村林選手も去年使いましたけど、うん、ちょっとオープン戦あんまりですけど、まあ、入江選手ってね、新しいブレイク候補が出てきたりとかで、多分打線的には去年なかなか前半うまくいかなかったですけど、うまく噛み合ったらいい打線だと思うんですね、うん、そう思うと私は A クラス全然あるんじゃないかなと思って3位です。でもぶっちゃけだからもう黒川サードの練習した方がいいよね。ああそう、もう公認的なね、浅村選手の、うん、だってもう小深田がこれハマったらいらんもんな正直。うん、まだ小深田選手若いから息長いですからね、うん、だからもうサードにコンバートさすしかないよな、うん、ないですよね、でも、うん、でももったいないほどの結果も出してないけどな、そう、まあまあ、確かに2軍でね3割とか打ってたらってなりますけど、うんうん、先生は、はい、僕セーブっすね、うん、やっぱりあの投手陣にさプラス竹内君が入ったところと、うんうん、まあ、甲斐野と高松さんが甲斐野君が入って中継ぎはさらに、まあ、先生はねセーブ A クラスにしてもいいよ、はい、中日も A クラスにしてる、うん、あ、そうですね、うん、そこら矛盾してないから、はい、うん、まあでも相対性もありますけど、上から並べたらっていうところで投手陣の盤石なんていうのはちょっと下げにくいっていうのと、はい、僕今年はコルデロとアギラがやってくれると思ってるんですよ、うん、あの外人に前が、はい、でキャラもいいし、うん、やっぱりあの西武のワイワッショイっていうところに、うん、まあ、
なんかね、でさらにあのおかわりくん元気じゃないですか、まだ、うん、もしかしたら解説者の方から見られたら、そんなそんなまだおかわりくんに頼るとあかんってもしかしたら言われるかもしれないです、うん、おかわりくんは7番ぐらいいたら怖いけどな確かに怖い怖いマジ怖いね、おかわりくん7番で僕は、まあ、あと今ちょっと成績下がってますけど、うん、元山くんとか、うん、でもいい活躍してるよね、いいアピール。なんと今年は働いてるからね、金子くんが、うん、オープン戦から、うん、だからすごい、で、和夫さんがやりたい走る野球っていうのができたら、うん、あの投手力を持ったら僕は3位やるんじゃないかなと期待してるんですけどね。去年なんであんな10勝いっぱいいたのに多いの？分かんないっすよ。今年は打つ。いや、今年打つ。やっぱあれじゃないですか、山川選手抜けて、あーどうしよう、あれみたいのがあったんじゃないですか。ね、今年急にいなくなっちゃったっていうのと、あと外国人選手もアギラ選手みたいにいなかったしね。いなかったっす。いたよ、あれが2人。ペイトンと右の白人の顔わかんねん、はい、マウアーじゃなくて、マーじゃなかったっけな、キャラウェイじゃなくて、何やったっけそれゴルフ何やった、マギラ、マクソン、マキノ、マキノ、これ惜しい惜しいまあ合ってた、はい、さらにヤン投手も入ったからね、うん、ヤン、ヤン、でも投げたら飛んでたらピッチャーゴロと対応できひんて無事言ってたね、皆さん、うん、あとアブレイヨ投手だから今年外国人がね、うん、いいんで、うん、期待して3位かな、うん、アギラいい感じね、なんかこうね、いや、いいキャラなんですよ、うん、じゃあ次、2位、はい、2位いくよ、はい、せーの、ソフトバンク。俺はやっぱ5位予想だったんだけど、うん、ソフトバンク、はい、まあ、怪我人だけはやっぱり打つから強そうやなっていう、そのまあ、でしかも去年は、うん、あのまさかの12連敗あったからね、うん、なんあれ12連敗なかったら余裕の多分2位ぐらいだったと思うんだよね、はい、だからそう考えると、まあ、怪我人どうせ出るやろうと思ってるんだけど、まあ、ウォーカーも山川もいて、うん、まあ、先発はちょっとまだまだ不確定要素感多いけど、うん、まあまあ2位ぐらいには来そうやなっていうキャンプオープン戦見た時に、はい、山川も全然ブランクもないしね、ないです、まあ、それはブランクないよ、だって、うん、1年ぐらい試合出ないやつザラにいるからね、はい、でもそいつらは怪我して出ないから、うん、リハビリもしなきゃいけなくて、あの難しい時間過ごすけど、うん、山川は元気だからね、はい、リハビリとかも関係ないし、で3軍で練習とかしてましたからね、ただ試合出ないだけだから、うん、まあ、正直ブランクって言ってもそれぐらいでブランクのやつはいっぱいいるし、で怪我しないって感じだから、うん、で感じ的に打ちそうやしな、うん、打ちそう、うん、でしかもあれによって控えも充実してきてるから、うん、まあまあ、まあ、あの、まあ、B クラスはないなっていう、うん、私はロッテです、うんうん、はい、ロッテ、あの言えば抜けたとか戦力が落ちるっていうのが多分抜けたのはあれペルドモ投手ぐらいですよね、うん、で、あの、まあ、今年は佐々木あとあれカスティーヨ、ああそうですね、うん、もう多分佐々木朗希投手が、まあ、今年こそは1年通して投げるであろう、で種市投手もいるってなったら、まあ、大型連敗は多分しないだろうなっていうのと、あと打線も、いや去年も私結構下に予想してたんですけど、でもやっぱうまいこと点取るじゃないですか、そんな中にちょっとパンチ力もある外選手が入るってなると、なんかあ今年じゃあプラスになるんじゃないかなっていうところで、あとなんかいろんな動画撮るに時に佐藤さんのロッテ票聞いてたら、なんかすごい強く感じてきちゃったんですよね、なんか犯されてんの、うん、なんかちょっとそうなんですよこう侵略されてきて、まあ、去年もそんなにその際立った成績を残す人がいない中でやっぱ2位になるじゃないですか、うんうん、そういう得点力とか吉井さんのそのリリーフデーを作るとか、うん、すごくこのコントロールが上手だなと思ったので、今年はまあ外選手の力とかも加わって2位かなという感じです、うん、それでは、はい、オリックス、オリックスです、うん、やっぱり石川君が西田大きいんじゃないかなっていうところと、ぱっと見吉田正尚似てるしな背番号も長いしな、何してるんですかね打ち方とかの雰囲気とか、ね、打った後は西川だけど、なんか打つ前とかの感じの、ね、であとさらにそれ広岡君も元気やし、うん、太田君もね出てきたってことだったら、うん、こう変わりもすごいいるし、また今年も日替わりのすごい大田君出てくるんじゃないかな、外国人が試合出れるとこないしな、ないんすよね、うん、セディーナなんか他行ったら絶対レギュラーですよね、うん、思うぐらいもいいし、でピッチャーも、うん、まあ、あの王子の高島君王子の王子様って言われてる公演ですけど、うん、高杉で投げたりもしても、うん、であと吉田輝星選手ももしかしたらワンチャン、うん、ババってこう触れるかもしれない、うん、ってなったら、確かに山本投手の穴っていうのもあるんですけど、なんかやっぱり強いんじゃないかなと思っちゃう、結構2人10勝2人抜けるんだよ、うん、
山崎幸也投手もいけるんだよ。でもカスティーヨの加入でかいから、ね、試合作るからね。うん、動くもんね、たぶん。あと、あの16の中の6は山下俊平太一人でカバーするから。あ、去年9勝しかしてないから、うん、貯金6ぐらいは山下俊平太でカバーできるから、あと10だからね。10で、いなかったカスティーヨが3ぐらい作って、うん、だからソタにカスティーヨ、ムクノキ選手も入ってくるかもしれないですね。ムクノキもね、登録されたからね。とこら辺で3ずつ貯金作れば、うん、補えるから、うん、はい、であと僕はもう現時点でもまだ支配が登録されてない選手がいると思うんで、うん、彼らが入ってくれれば1位の可能性もあると思うんです。佐伯くんね、と、さ、いろいろ佐藤くんとかもいるんで、うんうん、ね、あとまだ5枠から、5枠、5枠あるからね、はい、5枠ですね、5枠あるから、うんうんうん、まだこっから支配下にね、うんうん、そこが埋まれば、うん、ムクノキ富山で65人埋めたからね、そこに誰か一人入れといてほしかったよな、俺らを。福倉さんとか見てるはずなのにな、サタニチャンネル、おかしいね、もう、うん、当たりすぎてるから絶対俺らが言うことやれへんぞみたいな。そうなんですよ。いや、そこはね、うん、それさえあれば、うん、チームあるの。オリックス普通にね、みんな活躍したらね、うん、めっちゃ強いだろうよね。そうか、すごいっすよ、うん、そうか、田口さんがすごいってこと。そうか、すごいって。そうね、そうさんで中断校で、そうで、そこ持ってきます。田口総裁いきます。じゃあ1位、はい、せーの、ロッテ、ソフトバンク。じゃあ俺は、そのロッテも、うん、西武、西武って言うねん、うん、中日、中日って言って、うん、でも、普通に考えて、うん、佐々木朗希、種市、うん、小島で、うん、35から40できるポテンシャルある、うん、だみんな、あの世の中の評論家の人は多分ね、種市とか大島とか西野知らないから。知らないことなくないですか。本当本当。え、本当ですか。うん、多分、じゃあロッテの6人ローテーションを言えますかって言った時に、うん、佐々木朗希、種市ぐらいまでは言えるかもしれないけど、うん、ここから大島、うん、西野とか、うん、メルセデス、メルセデスとか、うん、あと三馬、二木言えますかっていう、うん、あ、多分言われへんと思うで、ね、うん、後ろとかも去年とかだったら西村とか坂、ね、おととしトレードできた坂本、去年トレードできた西村とか、うん、多分言えへんと思うで、うん、正直増田以外のリリーフの名前、はい、言えんと思うで、うん、でよっぽど知ってたら沢村ぐらい出てくるかなっていうところで、はい、多分言われへんと思うで、だから知名度ないだけで、うん、なんかそう、なんかこうバン出てかないですよね、うん、だから知らないんだよみんな、はい、うん、知名度もないし、メディアが扱われることもないから、うん、でもよくよく分解して考えると、で1年持つかどうか分かんないじゃんってなったらもう全員そうなっちゃうから、まあ、そうですね、うん、若いピッチャーみんなそうなっちゃう、うんうん、だから佐々木朗希、種市で怪我なくできれば、うん、2人で35、うん、いけると思うね、25、うん、13、12ぐらいで、小島入れてこれ3人で35はいけると思う、ね、うん、だって小島も去年受賞してるし、はい、で西野でしょ、うん、で考えたら俺西武とかとピッチャーの先発のクオリティ、うん、ただ実績ないだけでこいつらは、うん、そんな変わんないと思うんだよ、うん、で外ポランコで50発いけると思うね、うん、ホームランはゾゾマリンも狭くなってるし、うん、でポランコは去年中盤以降で20何発だから ね、 そうですね、前半全く仕事してないからね、うん、本当でそれが最初からと外 で、 であとポランコをレフトで守らす案もあるから、うん、その時に安田をうまく使えるから、うん、ね、外を DH にしてポランコレフトで安田 DH みたいな、うん、だから相性によって安田を出すか出さないか、まあ、中村翔が途中から消えるパターンもあるけどね、うん、っていうところで、で、まあ、藤原も怪我も痛いけど、まあ、そもそも藤原そんな常に出てるわけじゃないから、うん、まあ、岡と多分まあ山口がどこまで頑張れるかだけども、うん、で、まあ、も総論言えばどこも強くないんだよパ・リーグ、はい、どこのチームも、うん、万全じゃない、どっかが、うん、なんか穴がある感じ、ソフトバンクも先発かなとか、あのオリックスも山崎幸也抜けてみたいなとか、もちろんプラスもあるよ、はい、で、あの西武は打線がみたいな、うん、で、あの日本ハムは守備まとこはいいけどねみたいな、で楽天は若手の伸びしろどこまでだろうみたいなね、だからどこもどこもなのよ、万全ってところがないですね、うん、ってなった時に、うん、爆発力で言うと、まあ、ロッテ一番強いんちゃうかなって、佐々木と種市の爆発力は、はい、うん、で、俺はロッテ、はい、まあ、あと今年勝てないともう勝てませんよっていうキャッチャーは誰なんですよ、キャッチャーは、うん、誰でも一緒だよ僕そこ一番聞きたいんですよ、誰でも一緒だよ、誰なんですかね、誰でも一緒、誰でも使うんですか、キャッチャー、誰でも一緒だから誰も出るよ、まあ、そしたら
ぱ松川選手とかも佐々木朗希投手とね、うん、でもこの前ね佐々木朗希の時田村が被ってたロープ戦だけど、うん、だもう誰でも一緒なのよ、うん、誰でも一緒って言われてるぐらいだからね、頑張んないと、わかる？ユーテレビすごい今誰かに向けてやってましたよね。はい、誰でも一緒だから、うん、そうですね、誰が出るか、はい、私ソフトバンクです。まあもう今年、うん、もうズガーンってくるんじゃないかなと思って、うんうんうん、でもやっぱり打線の層はすごいわけですよ、もともともう打点王とか、うんうん、ホームランを取る近藤選手がいて、うんうん、柳田選手がいて、その周りもいい選手いっぱいいます、うん、でウォーカー選手も入って、うん、でそこにホームランが山川選手によって多分普通に打ちそうなんで、うんうん、40とかプラスされるんじゃないかな、うん、狭いからね、ペイペイも、うん、テラスできて、でもしかしたらね、もっと伸ばしてくるかもしれないし、50とか打ちかねえよな、山川な、うん、ペイペイだと、うん、私やっぱ移籍したからにはここでさらに活躍しようって、やっぱりなんかこの心意気もあると思うんですよ、うん、そういったところでもちろん先発、ちょっとこの大津投手が先発に入るとか、うん、あ、坂東投手とかね、そうそうそう、まだそのがっちりっていうところはないかもしれないですけど、うん、もうなんか打ち勝つんじゃないかなと思って、打線はいいよね、もう打線がエグいっす、うん、もうなんか怖いと思います、他のチームのピッチャー、怪我人だけなのよ、いきなりいなくなるパターンあるから、ね、うん、どんな理由にしよう、うん、それさえなければね、それはでも誰かしらいなくなるからね、だから去年も1人ぐらいの怪我だったらいけると思う、去年も栗原、牧原いなくなったからね、一時、うん、サード、リチャード、ファースト、野村大臣とか守ってたからね、うん、普通にみんな頑張ったら、そう普通に、ね、打ち勝つと思う、うん、打つもんね、打つからウォーカーも打つしね、打つし、ウォーカー DH 専門だともうね、ストレスないしね、あっさりいってもどうもね、もう多分いけるで、東山投手も昨年その頑張るっていう口コミがあるんで、うん、はい、じゃあ打つね、いける、うん、いけると思います、うん、先生、うん、一緒っすよ、もうほんま打つしかないっすね、うん、打ち勝つと思う、打ってくるなっていうこと、うん、もうやってた柳田さん元気なんで3番で、うん、あとなんて言ってもシュート、うん、いやらしい1番になってきて、うん、ほらなんか山川がルンルンで打つじゃないですか、うん、あとはなんかもうどうだこうだとか言って甲斐をコロコロ変えんといてほしいなって、僕はやっぱ甲斐さんでいってほしいっていうのがあるんですよ、うん、1年間、うん、まあなんかなんかそこはでも甲斐を変えれない弱さもあるからね、うん、まあそうなんですね、だって悪くても出し続けなきゃいけないじゃん、うん、結局はそこにもう一つのピースができればもっと強くなると思うけどね、うんうん、頼らざるを得ないんで、うん、結局は、うん、だチーム内競争がないところが甲斐がもう一つ成長しないとこかもしれないね、うん、まあでも王者奪還なんか今年しそうだなって、本気でしょ、本さんも本気だと思うんですよ、うん、去年も本気だったで、オスナと近藤を補強して確かに、まあ、ダントツ優勝予想だったけどでした、ね、まさかの B クラスがありえたからね、うん、ギリギリでしたからね、まあ、監督も変わってね、はい、だから俺はだからロッテ、ソフトバンク、オリックス、西武、日本ハム、楽天、はい、私はソフトバンク、ロッテ、楽天、西武、オリックス、日本ハムです。僕はソフトバンク、オリックス、西武、楽天、日本ハム、ロッテです、はい、はい、さあということでね、はい、答えを判断してもらって、うん、皆さんもコメント欄で順位予想お待ちしてます、はい。